ところにこんなでっかい木生えてたっけなと思って。おやおやおや、そうか、お前にも見える日が来たか。君はこれから大人になるんだ。何言ってんすか、俺もとっくに大人ですよ。こんな大人用のやつも持ってるし、ちゃんと二十歳の時に成人式もやりましたし。いや、君が言ってるのは成人式、今我々が言ってるのは第二成人式のことだから。第二成人式？え、なんすかそれ。もう一回成人式があるんですか？成人式って20年ごとにあるのよ。マジで？うん、知らなかった。周りの大人たちがちゃんと内緒にしてくれてたんだな。君は恵まれてるよ。第二成人式って何するんですか？やっぱりこう体育館みたいなところに晴れ着を着て？いや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 、そういうんじゃない。第二成人式は、まあ、遊園地みたいなもんだ。遊園地？楽しそう。いや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 、楽しいもんではない。一人だし。一人で？貸し切りなんだよ。アトラクションがいろいろあってな。俺の時はあれがきつかったな。無駄店の泉。あれね。はいはい。無駄店の泉？うわぁ、すごい綺麗な水。この湖を泳げばいいんですか？違う。それは君が今までの人生の中で無駄にしてきた水だ。え？それは歯磨きの時に出しっぱなしになってた水とか？そう。蛇口から出てそのまま排水溝に入った。全く汚れていない水。それでこんなに綺麗なんだ。今からこれを捨てる。え？君はっ。え？こんなに綺麗なのにもったいない。それを君がやってきたんだよ。はあ、スポン。はい、これどう？きついでしょう。きついっすね。俺はあれがつらかった。無駄店時計の部屋。あれね。はいはい。無駄店時計の部屋？何ですか、このおびただしい数の時計やカレンダーは。あなたがこの40年で無駄にしてきた時間ですよ。これだけの時間があればあなたは 1.5 倍の人生を経験できましたね。俺そんなに無駄な時間過ごしてきたかな。ゴロゴロしながら思い出してみよう。君は、カチャ、はっ、寝ちゃった。46分。これかー。はい、これ。きついでしょ。きついっすね。俺が一番きつかったのは無駄店の食卓。あれね。はいはい。無駄店の食卓？うまそう。団体客でも来るんですか？いいえ、すべてあなた一人のものです。え？これはあなたがこれまでの人生で無駄にしてきた食べ物たちです。残したり、買ったのに食べなかったり。どうですか、悲しいほどうまそうでしょう。こんなに？今から食べます。食べられませんよ。これは無駄にされた当時の状態を再現した食品サンプルです。実際はもうこんなになってます。君、はっ。ガラ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 。あっ、何これ、何これ、うわっ、うわっ、うわっ、うわ、これを、これを俺が、ごめんなさい。うん、はい、これ。おう、きついでしょう。きついっすね。きついっすね。でも一番つらいのは嘘店街道だよな。嘘店街道？ああ、第二成人を迎えた者は嘘店街道を歩く。
すると反対側からデモ行進がやってくる。プラカードには自分がこれまでについた全ての嘘が書かれている。大きいものからちっちゃいものまで。これは友達についた、これは家族についた、これは自分についた嘘だ。あ、これ先生についた嘘だ。やったのに持ってくるのを忘れたんじゃありません。やってません。ごめんなさい。きついっすね、第二成人式って。年寄りが口うるさく言うだろう。無駄遣いするなだの、嘘はつくなだの、もったいないだのって。つまりみんな第二成人式を通過してきたってことだな。第二成人式には参加しないっていう選択もある。自分の無駄にしてきた物事や時間、ついてきた嘘から目を背けたまんま逃げ切るようにこの先を生きていく。まあそれも一つの選択だ。じゃあ俺は行かなくてもいいかな。ただねえ。何ですか？あれがね。ですよね。そうなんだよね。なんすか、なんすか、なんすか。60歳になったら第三成人式があるらしいんだよ。第三成人式。その内容は俺たちも知らないんだが、どうもすっごい面白いらしいんだ。いいっすね。うちの親父が60の時さ、帰ってきてずーっと思い出し笑いしてた日があったんだよ。間違いない、第三だよ。うらやましいわ。笑いたくない人はいないから。はい、いいっすね。でも第二を通過しないと第三には参加できないらしい。きついっすね。どうする？どうしよう。参加するとしたら俺はどうすればいいぞ？第二成人式は木を切り倒すところから始まる。それを材料に君のための遊園地が一瞬で作られる。すげえ。行くなら切り倒すところを見届ける。遊園地の入り口までは一緒に行こう。でもそっから先は一人だ。